伊勢神宮内宮の年越しをお払い払いは、神道の宗教行為で、天神罪、国津罪などの罪や汚れ、最悪などの不上を、心身から取り除くための神事、呪術である。払いの神事を行うことを、終罰という、一般に、神前での祈祷を、最悪よけの祈祷以外のものも含めて、お払いという、また、神社が反復する最悪よけの紙札も、お払いと呼ばれる。いは、 神道の神事において、みそぎや再会の後に行われる、極めて重要な意義を持つ、浄化の儀式である。払いの意義は、神を迎え交流するための準備として、積みけれのない正常な空間を作り上げるという点に、ある。そして、積みけれについては、神事に望む個人のものだけではなく、この世界の、あらゆる積みけれを、徹底的に払い清め、飽き清き、 まさしき直帰境地を求める姿勢こそが、神道の根本思想とされる。以上のように、神道の根本思想に直接関わるがゆえに、払いの意義は極めて大きく、払いのない神道彩色は存在しないとさえ言われる。神前で祈り、払い言葉をそうしたり、財物などを払い物として挙出させることで、その罪や汚れを交わせる。なお、出雲大社には、払いについて、不浄を正常に、 不完全を完全に、不良を善良にすること。さらには災いを除き幸福と平和をもたらす。という協議がある。払いによる浄化の効果を増大させるために、斎場とは別の場所に意味だけを立てて斎場として払い書を作ることもある。新職は払い書の前で払い言葉を唱え、新時に参列する者たちの頭上や備えられた神鮮の上を、それぞれ左、右、 左の順に払い串を振って払い清める。また、神事によっては、沸騰させた塩水の湯をそれぞれに振りかけることもある。詳細は、大払いを、参照大規模な払いは、年に2回、6月と12月の末日に、大払い式にて行われる。大払い式の趣旨は、大払い言葉を唱え、あらゆる人々の心身の汚れや、無意識のうちに犯した罪や過ちを払い清めて、 最悪を避けることにある。大払い式で、みそぎと払いの両方の内容が記された、大払い言葉を唱えることで、ありとあらゆるものの積みけれを払い清められるとされる。かつて、伊勢神宮の腰が全国を回って、神宮の紙札を配っていたが、診察を入れる箱のことを、お払い箱と呼んでいた。新しい紙札が配られると、古い紙札は、不要になるため、お払いを、 お祓いにかけて、不要なものを捨てることを、お祓い箱という。お祓いの様子自動車に対する、お祓い、本来、神事における、浄化の儀式としては、みそぎと払いとがあり、みそぎが、体の汚れを除去して清める行為を指すのに対し、払いは、罪や災いを取り除く行為を指していた。だが、両者は、機能が近いこともあり、危機の時代にはすでに、 三次払いと複合した言い方もされるようになっていた。法制史の世界においても、本来の払いには汚れを除去する要素は含まれておらず、天心罪国包みなどを犯した者が財物を献上することで、神に祈り者、食材を行う一種の財産系であったとする見方がある。実際に、中世の神社関係の文書では、汚れの存在を理由として、払いが一定期間延期。 中止されたとする記述が確認され、払いは絵を除去するものではなく、反対に絵を寄付するものと認識されていたことが知られている。払いは最も古い文献においては、危機のスサノオの命を描く部分に登場する。スサノオの命が高間ヶ原で暴れたことを恐れたアマテラス大神が天岩戸に隠れてしまった際、スサノオの命はその罪について多くのあがないを課され、 ヒゲと手足の爪を切られ、高間ヶ原から追放されてしまう。日本書紀では、この飽ないを解除としている。律令国家成立以後は、大払いが国家儀式として行われるようになった。古事記、中愛天皇の段では、天皇の奉行により国の大払いを、日本書紀では、天武天皇の頃に諸国の大払いを、それぞれ言った記載がある。大払いは、 中世に入ってから断絶したが、1871年に再考され、現在は全国の諸社のほか、宮中や伊勢神宮でも行われるようになり、非常に重要な神事と認識されるようになった。ABCDEFGHIJKLMNOPQ、神道行法の本、日本の冷凍を貫く神義法送の肘学見。 ISBN 9長7840億5 6百3万7753三出雲大社教不教師養成功集会発行出雲大社教教務本庁平成元年9月全427ページ九96ページ渡辺俊春スガ清原行きの基礎的考察中世社会の刑罰と 法関年 ISBN 978から4から642028998ありがとうございます。